戦場にて再会を果たすこととなった2人の少年。その一人、ザフトのモビルスーツパイロットであるアスラン・ザラは、母艦ベサリースへの帰投後、隊長室への出頭を命じられた。先の戦闘では申し訳ありませんでした。懲罰を科すつもりはないが、話は聞いておきたい。あまりにも君らしからぬ行動だからな、アスラン。あの最後の機体、あれに乗っているのはキラー・ヤマト、月の幼年学校で友人だったコーディネーターです。まさかあのような場で再会するとは思わず、どうしても確かめたくて。そうか、戦闘は皮肉なものだ。君の動揺も仕方あるまい。仲の良い友人だったのだろう。はい、わかった。そういうことなら次の出撃、君は外そう。え？そんな相手に銃は向けられまい。私も君にそんなことはさせたくない。いえ隊長、それは。君のかつての友人でも、今敵なら我らは撃たねばならん。それは分かってもらえると思うが。キラは、あいつはナチュラルにいいように使われているんです。優秀だけどぼーっとしてお人よしだから、そのことにも気づいてなくて。だから私は説得したいんです。あいつだってコーディネーターなんだ。こちらの言うことがわからないはずはありません。君の気持ちはわかる。だが、聞き入れない時は。その時は、私が撃ちます。己の運命を呪いながら、アスランは暗く悲しき決意を固めるのだった。一方、そのキラと友人たちを乗せたアークエンジェルでは、わずかに生き残った士官たちが今後の対応を模索していた。艦長、私はアルテミスへの入港を愚信いたします。アルテミス？ユーラシアの軍事要塞でしょ。傘のアルテミスか。はい、現在本艦の位置から最も取りやすいコースにある友軍です。でも G もこの艦も友軍の認識コードすら持ってない状態よ。それをユーラシアが。アークエンジェルとストライクは我が大西洋連邦の極秘機密だということは無論私とて承知しております。ですがこのまま月に進路を取ったとて、途中戦闘もなくすんなり行けるとはまさか大思いではありますまい。物資の搬入もままならず発進した我々には早急に補給も必要です。ええ、分かってるわ。事態はユーラシアにも理解してもらえるものと思います。現状はなるべく戦闘を避け、アルテミスに入って補給を受け、そこで月本部との連絡を図るのが今最も現実的な策かと思いますが。アルテミスね。そう、こちらの思惑通りに行くかな。でも今は確かにそれしか手はなさそうね。アルテミス、地球軍に属するユーラシア連邦の軍事要塞。傘と称される硬派防御隊に守られた未だ難攻不落の拠点である。わずかな希望を胸にアークエンジェルは進路を定めるも、その裏側には身勝手な思惑と欲望がひしめいていた。
アルテミスの傘。
とは残りの戦力を無力化できれば、あの機体また来るのか。これで名称じゃない、まだやられるわけには。ここで死ぬ気はない。退屈しのぎとしては面白い。熱湯しな、これ以上はもう持たない。強いているのはこちらとて同じ。これが私という男のやり方だ。ふざけているのか。任務を遂行する。死にたくないなら立ち去れ。俺の勝ちだ。出られたのか。射撃できるほどの腕はないからな。よし行くぜ。
その程度か。ガンダム。キリット。同じ悲劇を繰り返させるものか。
特別なんだ。沈め！そんな。遊戯というものを学ばせてやる。できないと言って何もしなかったらきっと後悔する。だから こいつで一気に仕留めてやる。余裕はないの。これで終わりにするわよ。これで死に、ショコマカト。まあいい、こんなダメージ問題にならん。
態な状況だぜ。たく。この状況なら楽勝さ。
がたく行くといい。